ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のシュバルムウェーダー、軍に属す、マチソンであり、カッセルフランクフルトを結ぶマインベーザー鉄道沿いに、ある。バーベルンからは、エーダー鉄道が、バーとビルドゥンゲンまで運行している。市場長、バーベルンは、エーダー側とシュバルム側の河川平地に位置している。シュバルム側がエーダー側に注ぐ河口の、数キロメートル南にあたる。バーベルンは、 北東は、フェルスベルク、南東は、ホムベルク、南西は、ボルケン、北西は、フリッツラーと境を接している。ハルレの集落。中央の塔が、ボニハティウス教会の当時地帯としてのバーベルンは、重地区からなる。首湯であるバーベルン地区のほか、ヘーベル、ロックスハウゼン、ファルケンベルク上を含むファルケンベルク、ウーデンボルン、ウンスハウゼン、ウッタースハウゼン、チェンメルン、 ニーダー・メルリヒ、ハルレである。バーベルンに属す集落は16世紀以降にプロテスタントの信者によって建設された典型的なニーダー・ヘッセン地方の存落である。ファルケンベルクには1938年に破壊されるまで小さなシナゴーグがあった。多くのユダヤ人はナチスのホロコーストによって住処を追われ、後に殺害された。 ハルレの村落は特に歴史的な特異性を有している。この村の風景はボニファティウス教会によって特徴を付けられる。この教会の塔は中世世紀に建造された。教会本堂は1492年に新築された。現在この教会の周囲に位置する集落はおそらく約2000年前には礼拝所の機能を果たしていた。そのヒントは教会の向きにある。この教会は 6キロメートル離れた、原寸縁近郊のハイリゲンベルクに向いている。教会からは、下手の日には、坂道を登るように、ハイリゲンベルクを太陽が登っていくのが見える。古代天文学を専門とするボルフハルト、シュロッサー教授は、この点がこの村の、さらには、ハルレ教会の特殊性を示す、印象的なヒントであると指摘している。バーベルンは803年頃に、 フルダ帝国修道院のエイバーハルリコデックスに、ワベレとして、初めて文献に記録されている。1209年に、フリッツラーのペーター教会は、バーベルンから収入を得ており、1335年からは、バーベルンに荘園を経営していた。1244年に、ドミニコ会修道師、ディートリヒフォン・アポルダは、バーベルンに土地を有していた。1250年頃には、 マインツの聖ステファン教会もこの村から収入を得ていた。1267年に本バーベルン家が初めて記録されたが、1397年にこの家門は断絶した。バーベルンのエルニングは1298年に土地をハイナ修道院に売却した。1350年から1383年まで、ヘッセン方、ハクアムとバーベルンの村は、ヨハンフォン・ファルケンベルクに、 入れされた1407年にエンネフォン・ヘーベルは、ヘッセン・ホーハク・ヘルマン2世に、自分の分農場を売却した。1421年からバーベルン大館裁判所は、ンソ村ンのゼンネルンをも管轄していた。レーベンシュタイン・シュバイン・スベルク家と、レーベンシュタイン・ベスターブルク家は1450年から、バーベルンに、共同の土地を有していた。1494年に、 ベスターブルク部分はマルガレーテ・フォン・ベスターブルクが相続した。彼女の婚約者はハインリヒ・フォン・レーベンシュタインであった。1502年にはアイテル・フォン・レーベンシュタインとその弟ヨハンはマインツ大司教ベルトルト・フォン・ヘンネベルクから大関係を引き継いだ。1587年からはアムト・ホムベルクがシュバルムの裁判刑を行使した。百四十二年、バーベルンに バーベルン、ウッタースハウゼン、チェンネルンに対する大感謝が設けられた。1756年頃には、バーベルンに郵便の宿駅が設けられた。ベストファーレン王国時代、1807年から1813年まで、バーベルンは、おごおりと、くさい番所の所在地であった。バーベルン、ウッタースハウゼン、チェンネルン、ローテルムスハウゼンを含む運ダン権、ケルステンハウゼン、 クラインエングリス、グローセンエングリス、ゴムベート、カルプスブルクを含むウーデンボルン、ベンツゲローデを含むベッツゲローデを管轄としていた。1814年に上官は選定校、ビルヘルム2世紀下のヘッセン軍司令部となった。1816年に陸軍元水ブリフヘルがこの司令部を訪れた。バーベルンは1818 18年以降はアムトフリッツラーに属した。 1831年にバーベルンは1年間第1軽機兵連隊第4機兵中隊の中屯地となった。1849年バーベルンとカッセル島を結ぶマインベーザー鉄道が開業した。1878年には皇帝ウィルヘルム一世の関越の下、第11軍団による大規模なパレードが開催された。1884年に鉄道バーベルン ブリー・ロンバルセンの建設工事が始まった。当初はバーとビルゥンゲンまでの運行であったが、これによりバーベルンは重要な鉄道の分岐点となった。上官は1886年にプロイセン王立教育、共生施設となった。かつての砲白の上官は1936年から1938年までユダヤ人や共生収容所へ送置される人々の一時的な 収容施設となった。1943年5月16日から17日にかけての夜半に行われたエーダー川の関メダムの破壊攻撃に伴う洪水により100人近くが死亡し、甚大な損害を被った。1971年から1974年に実施された地域再編の結果、現在の広域町村が成立した。ワベレン、インワブロン、 イン・ウォーバーン、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 ワワーン最初の礼拝堂は1360年頃に記録されている。主教会はもともとはニーダーツェンネルンにあった。この村落の後輩に伴い1400年頃にニーダーツェンネルンの司祭はバーベルンに移転したようだ。バーベルンの司祭区は1410年頃に初めて文献に登場する。 1490年頃、教会に金が設置された。最初のプロテスタントの牧師は、ヨハネス・ヘルビヒであった。現在の教会は、1772年に、ヘッセン・カッセル・ホーハク・カールによって、簡素なホール式教会として建造された。この教会の主な特徴は、教会道を横向きに使うカーキーシェイということである。つまり、 東西軸が長い構造であるにもかかわらず、長辺である南辺に祭壇が祀られていることにある。この建築様式は改革派によって主導されたものである。砲白は、説教団の真向かいに席を有していた。この教会には、見応えのある、ロココウルガンがある。西ビクベルト教会は、カトリックの教会である。提訴は1958年11月23日であった。 この年の年末にはすでに上等が祝われた。この新しい教会は1959年9月13日に古田司教アドルフ・ボルテによって性別された。約50年後、ラーハの聖マリア修道院の鋳造所で5つの金が製作され、この教会に設置された。2008年8月10日にこの金の性別がなされた。2005年5月15日に、 バーベルンのマキットモスクの提訴がなされた。2年の後期の後、2007年9月4日に、この宗教組織の第5代カリファットウルマッセイであるミザモスは、アマードによって開館された。バーベルンの町議会は31議席からなる。2015年6月14日の選挙で、クラウス・シュタイン・メッツは60.7%の票を獲得して町長に選出された。 この選挙の投票率は59.3%であった。バーベルンの狩りの城バーベルンの急速と狩りの白ヘッセンカッセル紅白カールは紅白ヒ、マリアイコールアマリークーアラントのためにエーダー川とシュバルム川に挟まれた平地に宮廷建築家ヨハンコンラート・ギースラーの設計に基づいて1701年から1712年に急速と狩りのための上官を築いた。 1750年に、ボルテールがバーベルンを訪れた。7年戦争では1760年から、この上官は、ブラウンシュバイク・ベイベルン公、フェルディナントの本陣となった。7年戦争終結後、1764年の一連の、高刈りは、ヘッセン・カッセル・紅白・フリードリヒ2世による、平和の祭典のクライマックスであった。フリードリヒ二世は、1770年に建築家、 サイモン・ルイス・ジュライにこの城を増築させた。1770年に、ウーバー・デンム・ガーング・ミット・メンシェンの著者として知られる、アドルフ・クニッケ男爵がバーベルンを訪れた。また、1779年に、ゲーテがバーベルンを訪問している。フリーデリケ・フォン・アンハルト・ベルネブルクは、精神的錯乱を治療するために、1819年に、この城に住んだ。先帝公。 ビルヘルム2世は1828年にこの上巻を修復した。バーベルンにはマインベーザー鉄道のインターシティ停車駅がある。この駅は古くから重要な鉄道の分岐点であった。ルール地方へ向かう路線に接続するブリーロンへ行く路線がこの駅から分岐する。現在この支線はバーとビルデュンゲンが終点である。連邦道 B253 号線と B254 号線がバーベルンで交差する。町域の西部には連邦アウトバーンのバーベルンインターチェンジがある。バーベルンの製党工場郵便局長 T レバーペは1836年にバーベルンで最初の製党工場を建造したが、おそらく役所の指示によって1850年頃に閉鎖された。ブラウンシュバイクの農家が 地元の北ヘッセンの農家と共に、これを買い取った。これが新たな工場設立を推進した。それはもともとカッセルで設立された。交渉は極めて長引いた。1880年8月8日に、決心した117人の北ヘッセンの農家が、農業者経営企業として、アクション、ズッカンファブリックオーバーンを起業した。約1年の後期の後、 この工場は1881年に創業を開始した。1975年に、ズッカーファブリックフランケン GMBH が過半数株を取得した。1976年に、バーベルンに本社を置くファーアイニッシしたザッカー AG が創設された。これにより、大規模な近代化と改築がなされた。バーベルンとバーブルクの工場には合わせて約1億、マルクが投資された。 その後、1988年に、ずとドイチャ・ザッカー、A.G. と合併した。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、ウェブで参照可能なもの以外は日本語版作成に際し、直接参照してはおりません。ありがとうございます。